えー、この世の中にはですねあまり多くを書かなくても、まあ、はっきりわかると、まあ、いうようなものがですね時々あるわけですが、えー、今日ここに取り上げます要素剤を飲む医師とその家族というのはまさにその類であります、えー、原発の事故の直後にですね、えー、福島の医師団が何をしたかと、まあ、いうことですが、まあ、非常に呆れた状態でありまして、まあ、これが日本のお医者さんだと思うとですね お医者さんとの付き合いも多い、私としてはもうがっくり来てしまうような問題なんですが、しかしこれはですね、日本の医療の今後のことのためにですね、やはり取り上げておかなければいけないと思います。えー、原発が爆発して放射性物質が大量に福島に流れたときですね、えー、政府、福島県、福島医大は揃ってですね、大したことないよと、えー、子供が病気になるようなことはないと言いました。 文部省は被爆限度が1年1ミリであることを知っていながら、まあ1年20ミリまでいいとこう言いですね。さらに NHK もですね、事故直後には被爆限度が1年1ミリと、えー、総合テレビで放送しながらですね、ちょっと後には全くそれを言わなくなるという、そういうまあ中でですね、福島の子供たちが被爆を続けるという事態になったわけであります。えー、ちょうど家が燃えてですね、その中に子供が取り残されているのに、 周りの大人は大したことない、大したことないと言い続けたと、まあそういう感じが私にはするわけですね。そんな中、やがて福島の医師団が調査とか治療を開始するということにあたってですね、驚くべきことに被爆が危険だからということで、今4000錠とかされているわけですが、要素剤を配布しました。それを医師ばかりでなく、その家族も服用したと言われています。 医師と家族が要素剤を服用しながら、住民には安全だから要素剤を飲む必要ないと、あるいは自治体などと口裏を合わせて投与しなかったわけであります。医師と家族、そして一般の方々が同じ場所にいるんであればですね、医師及び家族に必要な要素材はですね、当然ですがそこに住む人たちにも必要なわけですね。 自分と家族は危険だからという理由で要素剤を飲み、自分の患者、もしくは予防が必要な人たちには大丈夫だというような人は、もう医師ではありません。このようなことが起こらないために、まあこのブログでも何回も取り上げてますが、医師は身分が独立しております。職業的にも保護されておりますのは、医師が目指すものはお金でも何でもなく、命というものを最も大切なものとして、 行動する人たちが社会に必要であるということから、できた諸制度なんですね。国家試験があったり、してるわけですね。収入とか地位とかお金などに影響されないようにするというのが医師の役割であります。これは弁護士とも同じですね。比較的いい待遇を受けます、弁護士はですね。それはお金を少しぐらい積まれても、 正義というものを守るために必要だというのが、社会における、裁判官、裁判官の役割であります。それと同じように、医師とか、私なんかもそうなんですが、学校の先生、こういった職業はですね、社会から見れば、比較的、保護されておりますが、その理由はですね、 とかく、社会では収入とか地位とかお金に言惑されるんだけども、あなた方だけはそういうことがないようにしてくださいよということで、まあ、社会から特別の存在として優遇されてるわけですから、まあ、それに対して私たちは絶対にその任務を果たさないといけないわけですね。別にお金が欲しかったら、会社でもやってですね、社長になればいいだけであって、医師になる必要はありません。 医師はですね、たとえ医療機関の理事長から高い薬を使えと言われてもですね、患者のためにベストな薬を選ぶと、そういう存在なわけですね。そのために長期間高度な医学と医療を学び、不特定多数ですね、これは患者さんとか社会の人に対して忠誠を使う、誓うわけですね。決して理事長に忠誠誓ったりしません。サラリーマンはどうしても上司の命令ということがありますが、医師には上司がいません。 裁判官にもいないし、私たち教師にもいないわけであります。それでこそ社会から尊敬され保護されているんですね。まあ、こういった医師がですね、医師,だ医師とおよび家族だけが要札剤の配布を受けて服用してですね、えー、福島の住民に配らなかったという事実ですね。これは私は医師団自らが明らかにした方がいいと思うんですよ。今はリーク情報として出てますが、 やっぱり医師はですね、そのことを自分たち自身で明らかにし、反省すべきなら反省すべきですしですね、何か適切な理由があるんだったらその理由を述べて、えー、そういう事実があったということ、その理由はどういう理由であったかということ、それからさらには日本の医師として、日本国民とどのような関係を今後保つのか、お金を主体としていくのか、政府にべったりついていくのか、 国民の医療とか健康とか命の方につくのか、それについての声明を発する必要があると私は強く感じるところです。